ジェフ・ニールは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、テキサス州オースティン出身、フォルティス MMA 所属、UFC 世界ウェルター級ランキング10位、テキサス州オースティンで生まれ、大学ではアメリカンフットボール部に所属する。しかし、練習方針を好まなかったことがきっかけで、アメリカンフットボール部を辞め、総合格闘技のトレーニングを開始した。 2012年8月25日、プロ総合格闘技デビュー。ローカル大会で9007勝の記録を残す。2017年7月25日、ダナ・ホワイト、エス・コンテンダーシリーズ3でチェイス・ウォルドンと対戦し、パウンドで一四個勝ち。この勝利により、UFC との契約権を獲得した。2018年2月18日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、 カウボーイ VS メデイロスでブライアンカモージと対戦しリアネーキドチョークで 1R1 本勝ち2019年7月27日 UFC240 でニコプライスと対戦しパウンドでニシ勝ちパフォーマンスオブザナイトを受賞した2020年12月19日 UFC ファイトナイトトンプソン VS ニールで ウェルター級ランキング5位のスティーブントンプソンと対戦し、0から3の 5R 判定負け。2021年5月7日、UFC オン ESPN、ロドリゲス VS、ウォーターシンでウェルター級ランキング9位のニール・マグニーと対戦し、0から3の判定負け。ありがとうございます。